この動画には、以下の要素が含まれます。ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、かちゃんです。今回は、フル装備の F-15C と、短距離ミサイルのみを装備した F-22 を戦わせてみたいと思います。F-15C は、指定外射程空対空ミサイルである AIM-120C ラムダーの6発、短距離空対空ミサイルである AIM-9M を2発装備。一方 F-22 は、短距離空対空ミサイルである AIM-9X2 を2発だけ装備しています。普通はお互いに4機ずつです。F-15 が F-22 を先に捕捉して、長射程ミサイルを活かし撃墜できるのか、もしくは F-22 のステルス性が勝るのか、皆さんの予想をコメント欄に書き込んでください。それでは最後まで、ゆっくりしていってね。F-22 が AIM-9X を発射。F-15 はそのままです。F-15 はフレアを巻いて回避行動を取ります。撃墜。F-15 全滅、F-22 の圧勝でした。悲しげな F-15 の残骸が煙を吹きながらただ落ちていきます。皆さんの予想は当たりましたか？このチャンネルでは、DCS でやってほしいことのリクエストを募集しております。ネタ切れですのでぜひコメント欄に書き込んでください。コメント、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いします。他の動画もたくさんあるので右上のiマークから探してみてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。